くまぱん園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターこびです。そしてこちらがいつも元気いっぱいくまぱんです。ねえねえくまぱん、今日はこちらに並んでいるガステリアのお話になります。ここに並んでいますが、こちらがね、グロメラータ。リトルワーティ。子宝。そして最後は蛾牛になります。こんな感じでガステリア属はね、扇形に葉が重なって広がるものがね、多いですよね。丈夫で手がかからないので、多肉初心者の方もね、安心してね、まぱん育てられると思います。春になると中心からね、茎が伸びてきて花がつく時があります。こんな形の花なんですが、この形が内臓の胃の形に似ているので、ラテン語の医療用語で胃を表すガステールからね、その名前がついたと言われています。品種によってはとても増えやすいものもあって、このこちらね、子宝なんかは名前の通り、もう本当に怖いよね。怖いぐらいこう脇からね、こう株がたくさん吹いていきます。まあ増えるの大好きだから嬉しいよね、くまぱん。今回はガステリアの株分けもしてみたいと思います。でも子宝は株分けしても、さらにその株がこう吹いて無限ガステリア天国だか地獄か、どっち、くまぱんになってしまうので、ちょっとやめておいて、この白っぽい肌がね、魅力的のグロメラータをね、株分けしてみたいと思います。株分けのベストシーズンは春と秋です。この株は、クマパンくすぐったいよ。この株は最近パパッとね、あっという間にちょっと目を離したら小株が増えてきて、もりもりとね、いい感じになってきました。よく見るとこのね、中心からね、花茎がね、ちょっと出始めています。この中でいくつか株分けしてみたいんですが、ね、クマパンどれにする？これ大きいやつ。さすが強欲クマパン。でもね、実際こういった場合はね、大きい方のね、大きい株ね、選んだ方が株分け後の成長がね、断然良いので、一番大きい子をね、中心に取ってしまいましょう。クマパン園芸。ガステリアは小株が外しやすいと思います。だいたい脇の小株をね、グラグラっとね、揺らして引っ張ると、根がついたまま、スポッとね、簡単に抜けることが多いです。こんな風に簡単にできるので、ある意味これもね、魅力の一つかなと思います。小株を2個外しました。ね、うまくいったよね、クマパン。根にダメージがほとんどないので、このまま土に植え付けていきましょう。殺虫剤とマガンプも入れておきます。表面に日向土を入れて見栄えよく仕上げてみました。
株分け作業完了しました。こんな感じです。クマパンと私の分で2つ。でもまだまだ小株があっちにもこっちにもあるから、またすぐに株分けする、うんうん、では最後にガステリアの育て方についてお話しさせてください。春、成長期です。風通しの良い、日当たりの良い場所に置いて、土が乾いたらたっぷりとお水をあげます。夏、春よりはね、成長がねちょっとね鈍ってきますが、休眠はしないようです。風通しの良い明るい日陰か半日陰に置いています。直射日光に当たると土がねちょっと熱く加熱してしまうので注意しています。遮光ネットを使うならば 50% 以上がいいと思います。土が乾いたら朝夕のね涼しい時間帯や気温の低い日にね水やりをします。秋、成長期なので春同様、風通しの良い、日当たりの良い場所に置いて、土が乾いたらたっぷりとお水をあげてください。冬も割とね強いようで、東京では外でも冬越しできます。外で冬越ししている場合は、水がね凍らないように暖かい日に控えめに水やりをしています。クマパンはハオルチアと一緒のトレーに入れて、お部屋の明るい場所に置いているよね。ハオルチアの育つ環境で調子がね、私たちが育てた感じは良いようです。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。チャンネル登録をねしていただけますと、更新した時に通知を受け取ることもできます。 Twitter やブログも書いていますので、よろしければ遊びにいらしてください。ではまた皆さんにお会いできるのを、くまパン王子も私もとても楽しみにしてます。またね、バーイ。くまくまパン、またね、バーイ。くまパン演芸。